ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は Xiaomi から新しいスマートフォンが発表されましたのでご紹介したいと思います。Xiaomi と言いますと、ここ最近はスマートウォッチなど様々な国内向けの新製品を発表していますが、今回は大本命とも言いますスマートフォンの最新モデルが発表されましたので、そちらをご紹介したいと思います。今回発表されたモデルにつきましてはこちら、Redmi Note 10T というモデルになります。一言で言うならば、全部入りのモデルとなります。ですので、今、最新のスマホには必須と言われています 5G も対応しているほか、お財布携帯、防水にも対応したモデルになります。そして、このモデルは SIM フリーとして発売されますので、SIM フリーモデルで、そういった 5G などにも対応し、なおかつ価格は後ほどご紹介しますが、手頃な価格帯のモデル、そういったモデルを探していたという方にとっては、今回の新製品、最適なモデルと言えます。なお、今から約1ヶ月前に発売されたもう一つの新製品としまして、こちら、Redmi Note 11というモデルもありました。今回発表されたのが Redmi Note 10T。1ヶ月前から発売されていますのが Redmi Note 11ということで、名前も似ていて、どちらの方がスペック的に上なのか、分かりにくいところはあるかと思いますので、その辺につきましても、後ほど詳しく見ていきたいと思います。では、今回の本題でもあります、最新のスマートフォン、Redmi Note 10T、こちらがどういったモデルなのか、まずはスペックからご紹介したいと思います。カラーラインナップとしましては、こちらの3色展開。アジュールブラック、ナイトタイムブルー、レイクブルーということで、グレー以外はブルー系のカラーとなっていて、少しこういった特殊なラインナップとなっています。全体的なデザインにつきましては、ここ最近の Xiaomi のスマートフォンのデザインを踏襲しており、インカメラ、パンチホールタイプ、そしてカメラユニットはこのようなユニットとなっています。もっと細かいスペックについてですが、まず、メモリ周りで言いますと、RAM が 4GB、ROM が 64GB となります。後ほど価格はご紹介しますが、低価格なモデルというところもありますので、この辺のスペックはやや控えめになっています。本体のサイズとしましては、縦が163、幅が76、厚みが 9mm、重さは 198g となります。ディスプレイにつきましては、こちら。ディスプレイサイズにつきましては、6.5 インチとなり、その解像度は 2400×1080 ドット。縦長のディスプレイを採用しています。リフレッシュレートにつきましては、ゲーミングスマホにはかなわないものの 90Hz のまあまあ高速なディスプレイを搭載しています。CPU につきましては、クアルコムのスナップドラゴン 480 5G ということで、この CPU を搭載したことによって、今回 5G 対応のモデルとなっています。処理性能的なところで言いますと、あくまで400番台のスナップドラゴンですので、処理性能は800番台のスナップドラゴンには当然及ばないところはありますが、なんといっても 5G に対応しながら低価格を実現したモデルということで、そういう意味ではこの CPU、このモデルに最適なモデルと言えます。バッテリーにつきましては 5000mAh、急速充電は 18W ということですので、Xiaomi のスマートフォンにしてはやや充電速度が遅い感じはありますが、急速充電の定格と呼ばれている 18W には対応していますので、ギリギリ急速充電対応のモデルとなっています。カメラにつきましては、メインセンサーが5000万画素、そこに F1.8 の明るいレンズが組み合わされています。それに加え、200万画素の振動カメラ、となっています。ですので、最近の Xiaomi のスマートフォン、これ以外にもマクロレンズがついていたりと、低価格のモデルでも複数のレンズを搭載しているモデル多々ありますが、このモデルはもっとシンプルで、メインセンサーと、あとはサブカメラとして、背景をぼかす際にも役に立つ深度測定カメラがついているということで、むしろ余計なカメラをつけるよりは、こういったきちんとした性能を出せるカメラを一つに絞ってコストを削減するという、こういうモデルの方が実際は実用上とても使いやすいモデルと思います。一方のインカメラの方ですが、最初のデザインを紹介した際にも言いましたが、このようにパンチホールタイプのカメラとなっていて、カメラの位置は本体正面から向かって中央。画素像につきましては800万画素のカメラとなります。ということで、カメラ周りにつきましても、まあまあ Xiaomi のスマートフォンにしてはコストダウンをしているような印象もあります。その他、セキュリティにつきましては、本体の側面に指紋センサーを搭載しているほか、顔認証にも対応となります。顔認証はあくまでインカメラを使った簡易的な顔認証となりますので、iPhone SE ではなく iPhone の12シリーズ、現在の最新モデルで言いますと30シリーズ、そういったモデルに搭載されています顔を正確に認識する、立体的に認識する機能というのはありませんので、あくまで顔認証はおまけ程度と考えておく方がいいかと思います。そしてこのモデルはお財布携帯にも対応したモデルになっています。いわゆるフェリカ対応となっていて、これによって電子決済を行うことができます。防水につきましても IP68 とスマホ用の防水性能としては上位モデルに搭載されるような保護等級の高い防水に対応となります。ネットワークにつきましては当然 5G のネットワークのほか 4G、そして Wi-Fi につきましてはこちら Wi-Fi 6 にも対応となります。Wi-Fi は Wi-Fi 5 までの対応です。ですので Wi-Fi は 802.11ac までとなります。SIM カードにつきましては、デュアル SIM ではありますが、物理的な SIM カードを2枚挿すわけではなく、片方はナノ SIM、もう片方は eSIM となっています。あとはこちら、オーディオ端子としてはイヤホン端子を搭載していますので、有線のイヤホンで音楽を聴きたいという方はもちろんのこと、あとは動画撮影をする際に外部マイクを接続したいという方も使いやすいモデルになります。OS は Android 11ベースの MIUI 13となります。セット内容につきましても最初から保護ケースもついていますので、別途保護ケースを買わなくても購入したものを使ってすぐに使い始めることが可能になります。この辺のセット内容が充実しているというのも Xiaomi ならではの特徴と言えます。ということで、スペック的にはもうなんとなくわかる通り、5G、そして防水、お財布携帯、こういった今必須と言われている全ての機能を搭載しつつも、Xiaomi のミドルレンジモデルということで、低額を実現しなければいけないモデルというところもありますので、少しメモリ容量が少なかったり、あとカメラも複数のカメラを搭載していなかったりと、コストダウンを図っているところが多々あります。で、このスペックで結局いくらなのかということですが、価格はこちらになります。ラインナップとしてはカラーが違うだけで、メモリのラインナップも1つ、RAM4GB、ROM64GB の一択となって、価格はこちら、税込み 34,800 円となります。ですので、SIM フリーで、なおかつ 5G も、防水もお財布携帯も入ってこの価格ということで、なかなか他社では選択肢がないモデルということで、もちろんないわけではなく、シャープの圧骨線シリーズ、そういったモデルもなくはないんですが、やはり圧骨線シリーズはカメラ性能が少し微妙なところもありますので、まともなカメラを搭載したモデルという意味では、なかなか他社にもなく、全ての機能を搭載してこの価格で購入できるということで、やはりこの辺も Xiaomi ならではのお買い得なモデルと言えます。あとは機能的なところにつきましては特に特筆すべきところはなく、基本的には必要な機能は全て搭載したというモデルになります。ディスプレイが 90Hz となっていますので、低額なモデルにしては割とゲームも快適にプレイできるモデルとなります。欠点としましては、Xiaomi のスマートフォン、急速充電が 40W、50W ととても速いモデルが多いんですが、このモデルは急速充電は 18W までということで、少し充電速度が他のモデルに比べてしまいますと劣ってしまいますが、要は iPhone と同等クラスとなってしまいますので、決して遅いわけではなく、実用的には十分な速度で充電することができますが、これまで Xiaomi のハイエンド機種をお使いの方の場合は少し充電速度が遅いと感じるかもしれません。なんといってもお財布携帯に対応したことによって、SIM フリーの廉価版のスマートフォンはやや使いにくいと思っていた方も、このモデルであれば十分メインマシンとして使えるスペックを持っています。防水にも対応していますので、これから夏場雨が多いところ、水のかかるようなレジャーをする方にとっても安心して持っていけるモデルとなっています。低価格なモデルということもあり、上位機種からは最近省略されがちな有線のイヤホン端子も搭載しており、そういう意味ではむしろ上位機種以上に万能的なモデルとも言えます。価格は 34,800 円となっていて、発売は4月26日発売となります。ですので、まもなく発売となります。それもこのモデル、もうすでに予約をしています。発売日当日、あるいは翌日には届くかと思いますので、その近辺で開封動画を撮影して、果たしてこのモデル、実際のところ性能はどうなのか、カメラ性能だったり、CPU の処理性能、実用的な性能かどうか、その辺の検証を行っていく予定です。もしその辺興味のある方は、今後の動画を見ていただくためにグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして、それと同じようにこのモデル購入しようと思っている方は、この動画の概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。